川越市営初狩公園野球場は、埼玉県川越市の初狩公園内にある野球場。施設は、川越市が所有し、川越市都市計画部が管理、運営を行っている。球場入り口付近高校野球埼玉大会、総野球、少年野球などに使用されている。西部新宿線の本川越駅から、北東方向に約2キロメートルの初狩公園の中にある。 同公園内には他に市民プールもある。初0狩公園を中心とする一帯は川越城市であり、すぐ西側には川越城、本丸御殿がある。野球場は川越城の中でも帯狂わや新格があった付近に位置している。周辺は江戸時代の風情を残す街並みとなっており、近くに私立博物館、市営美術館、 国道254号線があり、やや離れて川越市役所、市立中央図書館、県立川越高校などがある。外野の左中間からレフトスタンド裏手にかけて進化岩側が流れており、また三塁側は崖となっているためグラウンドの拡張はほぼ不可能と思われる。以前にプロ野球の公式戦が行われたことがある。市は初狩公園を 川越城市公園として再整備することを明らかにしており、2018年に策定される初0公園基本計画において、球場の移転を明記する方針を示している。JR 川越線、東武東上線、川越駅、または西武新宿線、本川越駅から、バス、新名庁車湖、東松山駅、八幡田団地、 城西高校行き札の辻下車徒歩10分大きく振りかぶって第2期夏の大会編漫画9巻から10巻アニメ d v d 2巻から3巻に収録中第3話第5話中に西の浦高校と対戦をする先玉高校の試合球場として作中に登場する球場である球場や周辺はほぼ現実のものに基づいて描かれているありがとうございます